天使のザーベル、これで強くなるのかな。さすがにこっちやな。バッテンが一つもねえ。でこれでさっき交換した武器を売って、ブルマや偉い言い方なのに売ったらなかなかいい品物だねって。お前は値段を聞いたら感想の変わる大阪府民か。はい、とあと11になりましたと。はい、あっちゅう間に終わりましたと。さすがやな、またクリアしたで。新しいガリアと契約してガリアが増えてきたけど、最初に契約してきたやつはなかなか外せへんわ。思い出がいろいろあんねん。お前はそういうのないんか。実はある。あるやろ、やっぱあるやろ。ゲームやから攻略変更率よくやった方がそりゃええけど、それより思い出とかなんかそういうもんもあるもんな。まあそこで涙飲んで強いやつに後悔すんねんけど、まだ交換してないんだけど。早いな、思ってたより早いな。もうガリアクエスから最後のサーガの挑戦か。今からドドーンと盛り上げる挑戦にしたで。全然頑張るやんな。次の挑戦はこれや。ヘブンスター11 F におるガリアマイスターを倒せ。最初が14 F やから4フロア目におるで。ガリアマイスターっちゅうのはライバルみたいなもんや。そう言うてみれば俺とお前のような。ね、
このライバルからの挑戦、お前はクリアできるかな。俺敵から逃げるときにずっとボタン連打しとった。なんでやろ、そうすると逃げやすいような気がして。ガリアクエスト1からそうやってきてたわ。なんでかわからんけど、かたくなに思い込んどるってことあるよな。何の意味もないのにな、ああいうのなんやろな。ほんまに不思議やわ。もちろん、黙って返す。俺の友達は黙って返せるというとおりで、セーブが消えやすいゲームやし、黙って返せば誰バレて、バレへんかもわからんしな。ありのに借り取ったゲーム今度返すわ。こういうパターンになるわけか。なんか引っかかるな。だいぶ変わったな。使える技がガーディアン言って変わってくるのがおもろいな。何が一番変わったかって、名前で濁点が一文字で数えられんようになったことやで。これで俺の名前もちゃんと入るようになったしな。ほう、そんな悩みは俺にはなかった。ほらバイバイ。ありの深夜ないわな。悩みっちゅうのは人それぞれなんやな。名前が5文字以上の人はどうなるやと。ここでまたセーブしとかんとゲーム自体が読み込めなくなったっていうのが前はあったからな。じゃあとりあえずあの5回っていうのは、さっきのここかそれとも向こうかって試してやっちゃうな。ま、ヘブンズタワーの14。半人前のガーディア使いだろ。ここを通すわけにはいかんな。鼻から通してくんねんってわけか。まずここに入る方法を探さねんといけんねんってわけか。黄昏の町で起こったことの全てを話した。熱い展開やな。本来戻らなきゃなんないわけか。ここらにしちゃ高いな。それは青の守護石。それを持ってここに来たということは、君たちは闇を払うものか。あなた、ではまずこの俺と戦うのだ。その前にガリアの力を最大限に引き出す方法を、発動のことを調べておこう。
敵と戦う時に発動のコマンドを使うと自分の体がガリアのオーラで覆い尽くされより強い力を発揮できるが、発動中にしか使えない攻撃スキルも使うことができる。ただし発動中に自分の身をオーラをじりじりと自分のヒットポイントを奪っていくぞ。故にあまり長い時間発動状態で居続けることはできないんだ。ガリア使い同士の戦いでは両者があらかじめこの発動状態になって戦うことができる。そしてガリア使い同士の戦いは1対1で行う決まりだ。さあ誰が戦う？よし、いざ勝負。我を守り守護者の魂よ、この身に宿りて完全なる力を発動せよ。もっと回復に隠し持っていたってひどい。女王様に見込まれただけのことはあるな。よし、とりあえずここは通してやろう。しかし俺はホソロー先生の弟子、ホソロー先生はこの先で君たちを待っている。それと一つ新米の君たちに教える通りであろう。魔物には人間と話すことができてガリアになってくれるタイプと知的で高貴な魔物と全く話を聞いてくれない魔物の二つのタイプが存在するんだ。この先魔物と戦闘になったら契約できるかどうか試してみるといいだろうな。それと道中の各地にはマイスターギルドの創始者ジェロニモが残したといわれるガリアマイスター心得の書が入った箱がある。見つけたらよく読んで冒険の助けにするがいい。そういえばガリアマイスターギルドもそろそろ平穏を取り戻していく頃だろう。ガリアの交換もできるので一度話を聞きに行くのもいいだろうな。さあ行け、そして使命を果たせ。じゃあそのギルドに行ってみたいと思います。とどうせここにはワープで戻れるからここだよな。つまりさっきのイベントをすっ飛ばしてたってわけか。来たな、俺ならロスタム。各地のギルドにはガリアマイスターがいて戦いを挑んでくると。さあお互い修行の成果を試そうじゃないか。俺と戦うか。よし、もう聞いてると思うがガリアマイスター同士の戦いは1対1が基本だ。誰が俺と戦う？全然ダメじゃん。まだまだだな。まあいつでも相手をしてやるぞ。また来な。金は半分にはならないが唯一の救いだ。ここはマイスターギルド勇者の間。古の勇者の力で2つの特別なことができるんだ。1つ目はお主らが契約したガリアをこの勇者の像に預けておくこと。1つの像にガリア1体、3つあるので3体まで預けられる。もちろん預けたガリアは後で再び呪文を守っているガリアと入れ替えることができる。預けた町と別の町の勇者の像でも入れ替えが可能じゃ。ちなみに最初の3つの勇者の像に幻の守護者が預けられておるぞ。ま、もう一つの方も。ダメか。幻の守護者に変えてまで預けとくっていうメリットがねえな。ここはヘブンズタワー、天界と地上界をつなぐ架け橋の塔だ。
ワイバーの羽。毒消しまんじゅう。あったあったあった。古びた巻物があった。ガリアマイスターここらへんの書その1、天空の守護者が持つ狙い斬り、これは武器の力を大きく引き出すスキルになる。バツを三角に、三角を丸に、丸を二重丸に、武器マークを良いものに変えた状態で攻撃できるので、ここ一番で使うべし。同じく天空の守護者が持つ最後の癒しは、命を分けるなどヒットポイントを犠牲にするスキルと組み合わせるべし。ガディアとして契約するための戦いは厳しい。力を及ばずなかなか契約ができぬこともあろう。その時は守護符のアイテムを使うことで契約の戦いでの相手の力を弱めることができる。覚えておくべし。ここはタワーの14階だ。地上までの道のりは長い。心していくがいい。とはいえ、今は塔の途中に待ち回って休息もできる。そう肩に力を入れすぎなくてもいいだろう。脅かしてごめんよ。回復に行く。向こうの宝箱も一応ゲットしといて。こりゃ武器が裏技として泉で武器を進化させるっていうことができるっていう情報が載ってるはずだ。さっきから結構楽に倒せてきてる。こっちじゃねえ。優しき悲しき取り使い。間違えた。
そういや回復にかがあったの忘れていた。とりあえずここまでにしておきたいと思います。まあ一気にやってたら多分あともう30分ぐらいはかかると思いますんで、それではここまでにしておきたいと思いますと。では失礼します。